その時に、その日の この空気感っていうものを感じるんですね。例えば、同じところを歩いててもやはり今日はちょっと違うものが出てたりとかすると、そういったものを積んできて、でそれでじゃあ今日はこれを使おうかとか、いろいろとこう微妙にこう変わってきますね。もう秋の食材で僕が一番好きな食材なんですけど、これでなめこのだしで取ったきのこ汁、それを作りたいと思います。これ今かなり乾燥しているので、これを一度水につけます。で水につけてある程度戻して、そしてきれいに拭いて、でそれから使っていきます。このこういう環境なので、野山を走り回って、子どもの頃からその摘草料理の元となる摘草というものですよね。野山で例えば春は山菜を摘んだり、夏は川で鮎を取ったり、そういったことをしながらこう本当に自然と遊ぶのが好きな子どもでしたね。ただ単に美味しいっていうものを作るだけではなく、じゃあその食材そのものが持っている分子的なものであったりとか、そういったことまでを理解することによって、きちっと本当に 100% 食材を生かすっていうことにつながっていくと思います。この銀杏味噌っていうのはですね、まずその2種類のお味噌を合わせて、そこに調味料、そしてうまみのある食材、そういったものを練り込んだお味噌を、5、6時間かけて炊き上げるんですね。でそれの中に、この季節、銀杏というものがあります。そこにその朴葉なんですけれども、この季節の朴葉は少しちょっとこう枯れて黒ずんでるんですけれども、直接火にかけられる、そういう葉っぱなんですね。でその料理っていうのはですね、やはり全ての季節感を表しているもので、日本に温故知新っていうことわざがあるんですけど、こう古いものをこう見直して新しいものをこう作り出すっていう、若い子新しい感覚っていうのが、新しい発見もあるので、面白いかなっていう感じですね。その生命そのものですね、この世の中に自然の中にあるもの、そういったものの成長であるとか芽吹きであるとか、また来年も、この地にきちっと入るようにとか、そういった自然に対する思いですね、その思いの中で遊ばせていただいて、自然と遊ばせていただいている、そういった気持ち。普段の生活から1時間ほど車でここへ来て、やっぱり緑の中でいただくお料理っていうのが本当に季節感にあふれていまして、また季節ごと時間ごとによってこの変えるこの景色のっていうのが大変なごちそうだと思っています。
やはりその自然というものを十分に生かしきれた、三山荘であるからこそ今どん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 その自然環境が崩れていく中で、その中でじゃあその摘草料理というものを、これからどのように演出していくかということを考えていくのが私の題になると思います。お客様は安心して、じゃあここに行けばきちっと、本間物の食材を使った料理が食べれると。オーガニックな、どっちかっていうとそのワイルドな方なんですよね。だから養殖ではない天然である、はい、